こんにちは、今お昼です。下落する可能性もあるけれどってね、ソフトバンクグループが社債を発行するんですけれども、ほら今ね、ソフトバンク KK の普通株、携帯会社の方のソフバンとどっちにするかってことについて迷っておりますっていうことでございます。 NISA で高配当株を買った方がソフトバンクグループの社債を買うよりももう時代にマッチしていいのかしらってことをね考えてるんです。ソフトバンクグループの社債で良かった時代がとうとう終わろうとしていますね。結構長いことね、ソフトバンクグループの社債で良かったのよっていうのが、ちょっとコメントを紹介させてくださいよ。私も同じようなこと考えてるってことで、ちょっと深掘りしてみたんですけれども、だいたい 2.99% ぐらいかなってね、予測してるんですけども、ソフトバンクグループの社債のね、利率ね、手取りで物価に負けちゃうよねってね、インフレをさ、ね、加味するとマイナスになっちゃうんじゃないのってこともあります。で、デフレの時代が長く続きましたよと、まさに私はソフトバンクグループの社債をたくさん持ってたんですけれども、いや、今も持ってるんですけれども、このままね、ソフトバンクグループの社債の量を増やし続けていいのかしら、相当減らしていくぞっていうことを今考えてるんです。でね、ソフトバンクグループの社債って、ほらデフレ時代でものすごく良かったんだけど、インフレになってきたらね、これも高配当株の方にシフトするべしっていうことをね考えたわけですね。で、私会計士に30年やってまして、その今も引退してるんですけども、ずっとねソフトバンクについてはもう 2,30 年ね研究し続けていて、で決定的な欠陥があるよってところもね気がついていたというか、私自身も LINE でね乗っ取られた、 LINE のアカウント乗っ取られた経験があるんで、ソフトバンク大丈夫かなと思ってたの。でもそれもね排除されるような感じにもなってきてるから、これ安心できるかなってね、そんな話をさせてくださいね。まずコメントを紹介していただき下が回らんわ。私も同じようなことを考えてますってところから入ります。コメントありがとうございました。今回ソフトバンクグループの社債についての引き合いがとても強くて、引きが強いぞと、でなかなか買えないっていうことなんですが、はい、利率が 2.9 以下の場合キャンセルしますと言ったら3社とも断られちゃった、大和、日興、みずほね。で、社債株の方をね買うぞってね書かれてるんですけれども、証券会社との付き合い方を変更せざるを得ない状況ですねってことなんですが、私も台湾にね呆れ返ったんで、あそこに預けていた資産を全て他に移したって、ほぼほぼ全てね移せるものは移したっていうようなことを事前にやっております。で、前回のソフトバンクグループの社債の、対応が良かったんで、ちょっと戻してもいいかなと思ってたんだけども、その気が失せたというのが現状です。で、悪党からね自分の会社の利益を最優先するようなところですよ、まさに台湾ってね。で、そっからねソフトバンクグループをわざわざ言っていただくようなことをねするかというと、もうそんな必要もない時代になったんじゃないかなと思ってるわけです。で、前回ね、今回じゃないですよ、前回のソフトバンクグループの社債においては本当に早い者勝ちだったんですよ、私の視点はね。ただ今回からね、なんかね販売方針が固まってる感じですね。で、私ねもう抜いた資金を戻す気が押せましたということの気分になってるんですけども、前の支店長が最低だったんですよ。で、その今支店長良くなって、あ、良かった良かったと思っていたらば、どうやっぱりね前者的にこういう方向で行こうってことが今回固まったのが見えましてね、なんじゃこれと思ったわけですよ。やっぱり大和証券って自分の会社の利益を最優先するんだなってことを今感じております。ならばそんな会社相手にする必要はもうないんじゃないかなと思ってるわけですよ。で、いつも有益な情報ありがとうございます。しかし個人的には今回見送るとっていうことをね、こちら別の方からねコメントいただいたんですけれども、今は株式にします、それも携帯の方にってねことですね。まさに株式十分割でね買いやすくなるし、 PayPay ポイントの付与でね、いい感じでね100株持ってればものすごいということになるんですけれども、私ね、あまりにこそとなんていうか、触手が動かなかったのが致命的な欠陥があったからなんですね。で、先ほどちょっと申しましたけども、LINE がね、ちょっと危なかったんですよ。本当、私、LINE のアカウント乗っ取られましたからね。
後ろに中国がいそうなんで、結局最終的に政治的な圧力でなんか潰されそうな気もせんでもなかったわけです。でさらに NISA 枠で買えば非課税ですよって、今日の株価配当で 4.47% ってね、配当リーマネーのことですね多分ね。で成長枠の有力候補かなって、NISA で買うと本当にいいですよね、本当にこれだったら物価対策になりますよ。でソフトバンクと楽天の債券は手を出すのは慎重になりたいです。私両方とも思ってるんですけども、ソフトバンクグループでしょうねこれね。楽天がね今年来年の2月かに満期になりますから、よかったよかったって感じかな。でほい、デフレ時代も終了ですからね、債券の役割ということについて言うと、ほら物価が全然上がんない、もしくはね下がってくれるんだったらば 3% ぐらいのね利率であるととても良かったんですけども、そうもいかないぞってことをね今ね感じてるわけですよ。で後でちょっとねシミュレーションしますけれども、はい、ほらソフトバンクグループの社債でさ、老媒売りの時に、昔あったのよ、コロナのところでさ、もう皆さん売っちゃおうってことで証券会社が手数料をねものすごく稼いだ時期があったんですよ。転売でさ、で2年ぐらいで 3.5% 実質だよっていうのがねあったんですけど、私結局買わなかったんですけどね、まあ、そんなような時代もありましたよ。当時デフレですからね、物価が下がるわ金利は高いわでとても良かったんですけれども、これからの時代はそういかんでしょうよね。ソフトバンクだとさ、高配当株の代表格ですからね、これ長期で持つと勝率が高いですよって話もちょっと今回ねもう一回考えてみました。で致命的な欠陥が消えると安心して長期的に持てますからね、こうなると強いですよね。高配当でかつ値上がり益も狙える株だって話を今回改めさせてくださいよ。本当にNISAにぴったんこな株かなってね、成長枠で買いたいなというところのもう第一候補かなと思いますね。はい、じゃあね、予測 2.99% なんだけどもよ、ソフトバンクグループの社債の利息ね、手取りなどね物価負けするよねってことを改めて確認しましょうか。これ、直近の物価っていくらですかってことについてインターネットでね本日調べてみたらやっぱりこれしか出ませんね。はい、3.1% でしたってね、去年の消費者物価指数前年比で 3.1% 上昇と。だこれちょっと使っていきますね、41年ぶりの水準。今後もね株価はこのような形で上がっていくことが、ね、予測されますよね。で5月20日にこんなの作ったんですけれども、サクッといきますよ。今回のソフトバンクグループの社債は、ほら仮条件がね 2.65 から 3.25 でね、これっていうのがね中で 2.95 なんだけども、ちょっと高めに行くかなってことを思ってます。前々回のねところの中値が 3% で、仮条件が 2.7 から 3.3 で、上下ね、0.05 低いわけです今回の方はね。これね、だからきっと前回は Am で 3.04% だったけど、今回格上げがあったからね、だから、その上がった分さ、上下 0.05 低い分も加味して 2.99% ぐらいかなってちょっと思ってるわけですね。はい、で、はい、ほれ手取り 2.99 だと税金で2割持ってかれるでしょざっくりね。だから 2.39% じゃん。となればよ、物価が 3.1% で手取りです 2.39% とかもらえないんだったらば、はい、実質マイナスね、差額でさ 0.71% ですよね。これはちょっとよろしくないですよねと思ってるわけですよ。ではよ、はい、デフレを前提にして債券で私とてもね ありがたかったわけですね。大変お世話になりましたっていう状況なんですけども、今後のインフレを考えると高配当株の方を持ってた方がいいんじゃないかなってことについて今回ちょっと考えてみたわけですね。ではと、株価とね、その物価っていうのは基本的には株価が物価上昇率を超えて、上がっていくっていうことがね、まあ、理論的な話としてはこれそういうことになってるんですが、ただこれ時期とね物によるよってところもございます。日本の場合はねずっとデフレだったんでこういう関係はね見て取れないんですが、アメリカの場合はねある程度それが言えるわけですよ。インフレよりも株価の方の上昇率が高いぞっていうところが、まあ私経験的にもそうだと思うし、まあ理論的な話は今回は深掘りしませんけども、そういうことが言われてますね。
ほいで、ただ、ね、これ株を選んでいかなきゃいけませんよってところが一番大きいわけですね。そりゃそうだって言われそうですけども、そりゃそうなんですよ。その候補としてソフトバンクっていいかなと思うわけですね。だってさ、はい、日本インフレでしょう。ね、ソフトバンクグループの社債だと 0.71% の実質マイナスなんですが、ソフトバンクの携帯会社の株を持つと物価に勝つからね。はい、ソフトバンク携帯会社の株は高配当かつ AI 成長株というね、相反するような、性質をね、併せ持つ特殊な株というか、本当にいい株かなって思いますね。で、これほら、KDDI と NTT の配当利回りを見てみると、はい、ここね、NTT が31、KDDI が30位で、3.34%同じだね、 3.34% なんですが、ソフトバンクの方はソフトバンクグループの金づるになっていて支えなきゃいけないんで、配当成功 85% でガンガン配当し続けてるわけですね。ソフトバンクは今、はい、東証プライム情報通信業で2位でございますよと、4.5% となっております。株価がね、どんどん上がってきてる関係で、若干ね、配当利回り落ちてるんですが、でもよ、はい、こんなような形で、ね、現在の高い株価においても 4.5% を誇ってるわけですね。過去を見てくださいよ、これ、6.31 とかだよね。ね、さらにさ、ほら、昔さ、IPO の時、IPO じゃない、PO の時にね、1200円ぐらいで買えたからね、そういう値段で買えた人にとっては、まさにこれ、お宝株になってるわけですね。で、今さら買えるかって話もあるかもしれませんけれども、でもよ、これからも値上がり益期待できますよね。で、ただこれがね、詐称の浪格だよっていうところもあったんです。政治的な、ね、関係で中国が絡んでくるから、もしかしたらセキュリティの関係ね、これから AI についての規制が厳しくなっていくと思われるんで、ね、ちょっと心配だったわけですよ。で、それを考えたのがね、この5月17日のね、この動画でございます。サクッと復習すると、配当成功 85%、 儲けの 85% はね、配当しますよっていうところが、配当方針なんですが、信託配当成功というのは、親会社に4割ね、持たれてるんで、配当のうちの 40% を孫さんのところに持っていくから、社外流出しないわけですね。で、実質的な社外流出分というのが、録掛けしてね、51% なわけなんですけれども、このね、40% を一体どうするのということなんですが、孫さんの方でね、再投資するような形になるわけですね。で、ソフトバンクグループは何してるのってね、まさに世界中の英知を集めてきてね、それを日本のソフトバンクの方で、日本のね、なんていうのかな、実戦部隊にね、投入していくわけですよ。LINE、ヤフーとかね、ここがね、このほらほら、ベースになっているわけですよね。で、ただこれがね、実は腐ってたっていうところがね、怖かったわけです。どういうことかと言いますと、はい、例のネイバーの件ですね。ネイバーのところで、ほら、この売却持ち分をね、ソフトバンクグループの方で増やすぞってね、いうことを今流行ってるわけですね。この韓国の資本をなんとか恩出したいわけですよ。だって裏に中国がいるかもしれないからですよ。で、韓国企業に対する差別的措置を抜かんということで、国際的な問題になりつつあってね、裏に中国がいるから、もしかしたら AI 規制の絡みで大打撃を受ける可能性もあるわけですね。で、はい、これね、2度にわたり行政指導をしていたってとこなんですけども、1度目からちょっと復習しましょうねって話を昔しました。ひどい状態だったんですよ。中国の関連会社がね、LINE のね、ところを、実はね、ここでやっていて、とんでもない状況になってて、なんだ、何を今更ってね、そんなようなひどい状況にあったんです。で、改善されたかなと思ったら、とんでもなかったっていうのがね、今回の行政指導で分かったんですよ。中国の関連会社にシステム開発の一部を任せているってね、何やってるか分からんもんね、中国ね。で、中国の関連会社に在籍する中国人スタッフが個人情報に自由にアクセスして、それが2年6ヶ月も続いてたらしいっていうのがね、報道にね、出たわけですね。ほいで、個人情報にアクセスできることについて、まあ、これがさ、もう全然ザルだったわけです。
それで日本と韓国に分散していたデータを順次日本国内の裁判に関する方針を表明していたんだけど、これがダメだったってことでしたね。だから今回の行政指導を受けて孫さんが徹底的にやれってね言ってるわけです。なんでかというと、イザナギがね成功したところで、こういうところで足すくわれたらたまったもんじゃないからですね。でほら、例によってね、ほれ LINE、ヤフーね、この辺が支えているところのさ、このそのソフトバンクグループとソフトバンクが合体した、まさに素晴らしい効果、すごい AI のねこの最先端を行くぜってところが砂上の楼閣でこけるところだったわけですね。実はやばかったんですよと。ほいで、ね、ほらこれ AI ベンチャーを設立目指して1000億ドル規模、15兆も投資するわけですよ。で当然ね、この恩恵はソフトバンクも受けるわけですよ。イザナギで培って、 NVIDIA に対抗するわけですからね、培って、よしやるぞと、ベンチャーやるぞと。でここで何をねしてくれるかね、まさにまだ想像できませんけども、 AI を引っ張っていくんだぜと。でその日本の実戦部隊がソフトバンクなわけですね。ソフトバンクグループ孫さんが、獲得した英知を、ソフトバンクに還流させて、日本の中で実際に展開していくのがソフトバンクですからね。でソフトバンクは自社で AI を活用してうまくいくと、その経験をパッケージ化して日本の企業に売りさばいていくんだぞっていうのはね、ソフトバンクのね、法人の、事業ですからね。ここがうまくいってくれればソフトバンクの株価がますます上がるぞというような循環があるわけです。そのためには、ね、配当をね 40% ね孫さんの方に献上してるような感じね。でアームがねうまくいっていて、ここを補完するような形になるわけでしょう。そこにソフトバンクの実行部隊がねちゃんと今いるからね、これは期待できますね。さらにあの例の中東の投資家のね資金調達するっていうから、ノコギリ王子だよ、あの例の恐ろしい人。深掘りしませんけれども、さらっと流しますよ。で今情報漏洩は幸運だったよってところで、これでしっかりね、韓国と切れて、その後ろにいるかもしれない中国ともきっぱり切れてくれれば、もう安心な状態なわけですね。で、このほらこちらの方をね、これから株価が上がっていくことになるんじゃないかと期待ができるわけですね。で AI の規制がガンガン厳しくなったって これから厳しくなるでしょうけれども、そこで情報漏洩の穴があったりなんかすると、根底からね国際問題として潰されちゃうことがあるかもしれないわけで、ちょっと心配だったわけですよ。で超高配当を維持しつつ、かつよ値上がり利益もね、期待できるんじゃないかっていうのは、 AI 成長株の日本代表格ですからね。で以上まとめますとよ、はい、ソフトバンクグループの金づるなので、高配当はね維持するっていうこと、これはもう運命というか、そういうしがらみの中でソフトバンクはいるわけですね。でもね、そのおかげで現在のソフトバンクの株価の上昇があるって言ってもね過言ではないと思いますよ。ならばよ、NISA を使って10年ぐらい持った日にはよ、 4.5% の利回りがね続くとしてよ、ね、今買えばね 4.5% の配当利回り確定ですからね。で 45% を下落してもよ、10年持ちさえすれば配当で 45% もらえるでしょう。しかもNISAと税金取られませんからね。 45% 下落っていうとね、1900円ぐらいだったから、1000円ぐらいまで下落しても大丈夫ってことですよ。そこまで落ちますかねえ。で、損益通算ができない NISA においては損するわけにはいかないんですけれども、でもね1000円まで落ちると私とても思えないわけですよ。だから安心してね長期保持ができるじゃないの。かつよ、これ上がる可能性の方が私高いと思いますよ。だって AI の成長株の代表格というような感じの特殊な株になってますからね。これは値上がり益も期待できるんで、ここは一つソフトバンクグループの社債よりもソフトバンクの株を買うというのも考え方としてあるかなとちょっと思ってます。聞いてくださってありがとうございました。それではこの辺で失礼いたします。ごきげんよう。